河合のリコは、日本の政治家、京都府木津川市長、元木津町長、元木津町議会議員。父親は、木津町議会議長を務めた、河合祭り、京都府木津町生まれ、1974年、京都府立木津高等学校卒業。1991年、木津町議会議員に初当選した。以後、4期連続当選。 2004年9月19日、木津町長に就任。2005年4月1日、木津町、鴨町、山城町合併協議会会長に就任。これら3町は2007年3月12日に合併し、木津川市となる。河合は講演会を持たなかったため、合併の調印式を終えた後、自分で写真撮影からポスター作成、書類の準備などを行い、 4月22日実施の市長選挙に臨んだ。事務所解説も4月初めのことだったという。2候補相手に戦い、初当選を果たした。当日有権者数5万1435人、最終投票率 64.36%2011 年、無投票で再選。2015年、参選。2019年2月10日。 人気満了に伴う市長選に立候補する意向を表明。前回選で落選した元市議の呉れ由美を破り4選、戦ありがとうございます。